ローマで最初の朝を迎えました今日の最大の目的は SIM カードを購入することですこのホテルからは徒歩ですぐなので問題ありませんその前にしっかり朝食をとりますこの店はローマに来ると必ず立ち寄るバールですカウンターでカプチーノとコルネットを注文しましたコルネットというのはクロワッサンのことですが イタリア人はコルネットの中に各種ジャムが入っているのを好むようです。マルメラータと言います。僕は何も入っていないコルネットを注文します。ちなみにプレーンはセンプリチェ、あるいはブオートというそうです。バリスタがアルバンコと聞くので、スイと返事しました。アルバンコとはカウンターでという意味です。つまりカウンターで立ち飲みするかと聞かれたのです。 カウンターはテーブル席より少し安いのです。本当はテーブル席に座りたかったけど、カッコつけてスイート行ってしまいました。イタリア人の朝食は実に早いです。大抵カフェ、エスプレッソとコルネットだけですから、あっという間に店を出て行きます。この店では支払い方法が変更されていました。 これまではバリスタに支払っていましたが支払い端末で決済する方式になっていましたイタリアもデジタル化が進んできたように感じました朝食ナットはローマ滞在の最大の目的である SIM カードを購入ですテルミニ駅のプラットフォーム入り口の前にあるティムに向かいますバールから徒歩5分です詳しいことは前回お話したので割愛します 作業は15分ほどで終了しましたこれでシチリアドライブの旅実現が大きく前進した瞬間です時間は正午僕はローマに来るとどうしてもコロシアムに行きたくなるのでメトロで出かけます地下に降りる手前のマクドナルドにこのような古代ローマ時代の壁の遺跡があります この存在を潮の七海のローマ人の物語で知りましたメトロ B ラインでコロッセオレケシャそして地上に出ると圧倒される人人人ですこの日のローマの気温は30度ですオーバーツーリズムそのものです。<music> ここでの順序は諦めコロッセオを見る絶景ポイントの場所へ行きますそこへは歩いてすぐです帰国後を気づいたのですがこのコロッセオの地下道が公開されていたのです僕は今回ローマのことは全く調べてこなかったのです後悔しています非常に残念です一旦ホテルに戻り テルミニ駅からバスでアルジェンティーナ広場に行きます何度見ても飽きない遺跡です時間は午後5時20分ここには4つの神殿の遺跡がありますすぐ近くにはポンペイ劇場の遺跡が現在の建物の地下に埋もれており直接見ることはできませんがその一部である元老院会議場の遺跡は見ることができます これでもうお分かりだと思います。この場所は紀元前44年3月15日カエサルジュリアス・シーザーが暗殺された現場なのです。今回のローマの目的の一つは実はこの現場を見ることだったのです。現場はダ・パンクラッツィというレストランの地下にあります。正確に言うとダ・パンクラッツィはポンペイ劇場の一部である元老院会議場の 移行が保存されている場所にありますつまりこの場所に元老院会議場があったのですこの元老院会場でカエサルが暗殺されましたちなみにアルジェンティーナ広場からこのダ・ファン・クラッチオまでの直線距離は Google マップで測定すると200メートルありますいかに規模の大きな施設であったかが分かります イタリアの夕食は午後8時ごろからなのですがまだ誰もいない時間帯の6時半を選んで日本で予約していきました時間調整のため朝市で有名なカンポ広場に向かいますここは中世から市場が開かれていたそうです夜にはご覧のようなカフェレストランバーなどでにぎわいます6時20分にレストランの前に到着しますまだ 客はほとんんどいませんすぐに受付のスタッフがやってきたのでまだ予約時間には早いが地下を見せてもらえないか聞いてみたところ意外に地下の様子を撮影してもよいかと聞くとすんなり自由に撮っていいよとのことで大変好意的でしたそして店に入ります地下直行します。 階段を降りていくとずらりとテーブルが並んでいますまだ誰もいませんもう別世界の光景が広がっていましたこの場所は元老院会議場の一部ですスタッフはこの壁や柱はオリジナルのものだと説明してくれましたここで食事をするのはちょっと不気味な雰囲気です、はい、これらはオリジナルだそうですオリジナルオリジナルです 食事は外が見える1階のテーブルですることにしました。7時過ぎになると団体客が階段を降りて行きました。外のテーブルの様子はこのような光景でした。いかがでしたか？古代ローマの歴史に興味のある方は是非ともレストラン The アンクラツヨの地下を見学することをお勧めします。今日はここまでです。次回はローマ滞在2日目の様子をお話しします。さよなら。